神楽坂は、んこうは、昭和期の芸者歌手、東京都出身。両親の反対を押し切り、神楽坂で芸者をしていたところに作曲家の小賀正夫と、作詞家の西条八重がやってきて、アリランを披露したところ、小賀に気に入られ、また、私、芸術家って大嫌いと発言するなど、その滝を割ったような性格がまた気に入られ、コロンビアへ、スカウトされた。年に、 小賀作品のこんな私じゃなかったにでデビューする。同年のエリッチエミのテネシーワルツに対抗して作られた芸者ワルツが大ヒット。一躍スター歌手となる。その後も見ないでちょうだいお月様、こんな別品見たことないなどのヒット曲を放つ。ビクターからは神楽坂浮カという歌手も登場するほどの人気ぶりだったが、1955年に、 身元引き受け人の意向で引退。公には結婚のための引退だと報道された。1968年は、んこは急遽、歌手に復帰する。復帰に際し、は、んこはそれまで暮らしていた住まいも引っ越し、関係者に対して、今までの13年間の女の生活を燃やしてきましたと語ったという。東京12チャンネルの懐かしの歌声に出演し、 ゲイシャワルツをはじめとした一連のヒット曲を披露したり、コロンビアでかつてのヒット曲をステレオで再録音したりもした。1970年代後半以降、再び姿を消す。自らの事業失敗もあり、歌手活動は完全に引退状態となった。その後は一切復帰することなく、1995年6月10日、埼玉県川口市の武南病院で一人ひっそりと、 肝臓癌のため亡くなった。64歳坊津。一人暮らしの自宅には、小中瓶が散乱していたという。神楽坂という地名簿を一躍全国区にしたのは、神楽坂は、この功績と言っても、過言ではない。彼女に憧れて歌手になった、神楽坂うきも、同様の発言を2006年放送の、昭和歌謡大前集第27弾にてしている。ありがとうございます。